けてるわ。ゃいませ。ありがとうございました。なんで、なんかさ、よく勘違いされんだよね。俺さ、いわゆるチンピラ風の見た目じゃない。だからいっつも舐められるわけ。でもさ、俺一応荒井の兄貴の舎弟やってんだよ。弱かったら務まんねっつの。俺なんか簡単に受け取れると思った？甘えんだよ。あんたら本家柴田組もさ、そんなんじゃいつまでたっても荒井の兄貴は捕まえらんないぜ。おい、諦める。ありがとうな。ああ、申し訳ありません。ありがとうな。悪かったの。You.第3632回田室町地下闘技場トーナメント、ここで優勝者のエキシビションデスマッチを行います。やれやれ、青コーナーより挑戦者冴島大河の入場です。5年前、たった一人で敵対する組織に立ち向かい、18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマン、裏切りと復讐の脱獄囚冴島大河。赤コーナーよりチャンピオンの入場です。この男が闘技場に姿を現してから約半年間、百戦無敗、幾多の戦争をくぐり抜けた不死身の男、地下闘技場現チャンピオンイワン・イブラヒモビッチ。試合特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。今ゴングです。れっつってんだよ。そうだ、早く殺せ。この勝負はそういうルールだろうが。何やってんだ、早く殺せや。殺せ、殺せ、でも問題ないだろうが。何ためらってんだよ、早く殺せ。誰や今俺に一人増えても問題ない言うたやつは。お前か、お前か、お前ら殺せ殺せ言うてるけどもやな、こん中でほんまに人殺したやつがおるんかこら。ええか、教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな、人を殺すっちゅうはな、ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢、殴ったやつの頬の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいったやつの顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。せやけどな、せやけどな、そんなもんちゃうね。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんね。毎日毎日怖い思いせなあかんね。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらん、こんな勝負は。俺は降りる。